中東からの原油を積んだタンカーはマラッカ海峡を回ると進路を北東に取り、一路日本列島を目指す。そこから先は俗に日本のオイルロードと呼ばれている。今から40年前、昭和16年12月中旬、このオイルロードに近い南シナ海に突然数隻の日本船が姿を現した。そのうちの一隻、トナン丸、この元捕鯨母船の船内には日本の第一線の石油技術者たちによって編成された部隊が息を潜めていた。覆面石油部隊である。彼らに与えられた任務は、真珠湾攻撃の8日後、東南アジアの油田を占領せよというものであった。マレーシア連邦サラワク州ミリ地方は南方特有の深いジャングルに囲まれている。はい、ここに来たら気をつけて。今年の7月6日、このジャングルに分け入って歩く日本人の一行があった。彼らは戦時中、陸軍第21野戦兵器廠採油班、別名石油部隊に属していた。日本から 5000km も離れたミリから日本に石油を送る、それが彼らに与えられた任務であった。敗戦から36年、彼らの旅は南方の油田地帯に命を落とした人々への鎮魂であり、戦時下彼らに与えられた任務が一体何だったのかを問いかける旅でもあった彼ら。石油部隊の足跡はそのまま日本が太平洋戦争をどんな条件で戦ったのかを知る重要な手がかりである。それは何なんですか。これですか。これはね、当時の採油隊の南方燃料省のバッジです。日の丸どんぶりというんです。日の丸をどんぶりで囲んであるでしょ。でこれはもうあれですよ、私たちはここで仕事してる時に全部これつけていたもんです。でこれはあれですよ、終戦後私が家帰る時にそのまま持っていたもんです。古いんです。これ傷んだものを直したんです。それでここは新しいペンキを今回来るためにちょっと塗ってきてきれいにしたんです。この井は石油井戸の井を表しているわけです。日本の井戸です。日本海に沿った新潟県出雲崎から秋田県にかけて、今でもわずかな石油を産出する油田地帯が点在する。この地域には古くから石油産業に携わる石油技術者たちがいた。太平洋戦争開戦2ヶ月前の昭和16年10月、この地方の採油所や製油所で働く人たちの家に次々と徴用令書が届いた。徴用といえば普通内地の軍需工場などへの動員がほとんどであった。しかしこの徴用ではなぜか徴用される本人にも任務勤務地は全く知らされなかった。当時国内産原油から陸軍の航空機燃料を作っていた日本石油柏崎製油所、
ここに働く7人の技術者にも勤務地不明の徴用令書が届いていた。それにはただ千葉県市川市河野台にある陸軍東部85部隊へ赴くべしとの指示がついていた。10月だから。全然わからない。幹部連中は分かってたかもしれないの。我々は全然ねえって言ったのよ。そのことは全然分かって。他の方は南方の方へ行くってこともはっきりしてないです。まあそれもあやふやのもんさ。だと思うのは南方はっきり、はっきり言われたのは、あの船に乗って海戦になってから初めてなの。とにかく陸軍の徴用を受けたっていうのだけは、あの話はしましたけど、それ以外は行き先っていうのは全然わからんわけです。陸軍による石油技術者の徴用は、現場の技術者から高級技術者まで、その時全国で2000人に及んでいた。現在石油開発公団の相談役山内はじめさんは、当時外務省の要請で仏印今日のベトナムの地質調査に行くところを陸軍によって強引に徴用された。軍と一緒になって以前突入するんだということですから、徴用側でも約半数は犠牲にならざるを得ないだろうという覚悟があったわけです。部隊全体はな船で大阪、確か大阪ですかな、宇品かから運用船に乗ったんですけれども、その間の行動は全部秘匿になってるんです。表面はですから、その家族の見送りもなければですね、本当にその黙々として覆面をかぶって行動した。太平洋戦争開戦直前における極秘の徴用、その背後に何があったのだろうか。防衛研究所戦史資料室、そこにこの間の事情を物語る貴重な資料が発見された。陸士未住第9579南方石油資源取得準備要領がそれである。そこには昭和16年9月開戦3ヶ月前、陸軍により南方の油田獲得を目的とした特殊部隊を民間石油会社から極秘裏に徴用された人々によって編成する計画が記されている。当時帝国国策要領によって陸海軍は対米英との海戦準備を急いでいた。とりわけ陸軍は早くから強硬に海戦を主張していた。一旦開戦となれば、そこに繰り広げられる戦争はこれまでのような地上戦中心ではなく、いかに空を制するか、いかに海を制するかという制空制海の戦いであることが予測されていた。石油技術者が徴用された2ヶ月前の昭和16年8月1日、アメリカ、イギリス、オランダなどの連合国は、日本の中国大陸侵攻に対してこれまで段階的に進めていた対日経済封鎖を強め、石油の全面禁輸を発動するに至った。その時から日本には一滴の油も入らなくなった。その石油禁輸によって最も動揺したのは、それまで消費量の大半を占めていた軍部であった。後に明らかになった資料によれば、当時日本に残されていた石油は陸海それに民需を合わせてわずか840万トン。1日1万トンから1万2000トンを消費すると概算されていた数字からすれば、わずか2カ年分。それが日本に残された戦力としての油の全てであった。陸海軍による石油の備蓄量は軍事機密であり、一般国民はおろか帝国議会でも明らかにされることはなかった。そのため海戦が必至となる一方で、石油タンクの底が見え始めていた事実をその時国民は知る由もなかった。元陸軍省燃料会員高橋武雄氏66歳、彼は当時連合国と海戦した時どれだけの油を陸軍が持っているかを知る数少ない人物であった。
高橋氏はそれまで東京帝国大学の応用化学教室で人造石油の技術を研究していた。陸軍省に入った彼は石油金融で日ごとに減っていく備蓄とその事態に何ら対応できない人造石油の現実を嫌というほど思い知らされることとなる。石油禁輸後、陸軍に残された航空機燃料はわずか38万トン。開戦しても2年後には陸軍の飛行機は全く飛べなくなる計算であった。そこで彼は上司の燃料課長とともに東条陸軍大臣に南方油田獲得を目的とした軍事行動を進言した。東条さんの上、目の前にその図表を広げて、懐具合はこんなことになってますと。だからここで決心してくれないことには毎日毎日こういうふうに減っていくんですよと。これぼやぼやしてるともう何かしようと思ったってできないんですよと。だから早急にその南方油田を占領すべく始めまし立ち上がってくださいよという、まあ担当課長としては大臣に下駄を預けようと。そこで人造石油の話が出てきた。人造石油があるだろうと。高田課長が、いやそれがその何が新しい技術でして、いつまで待ってもちょっとも油が出てこないんですと。これそこでものすごい大きな声で東条さんが、このバカどもと、お前らがもう提灯持ち続けてるから、この苦しい中を、当時は金じゃなくて資材でしたからね、かなりな資材をつぎ込んで今日まで5年来たんじゃないかと。それがこの後に及んで油が出てこないとは一体どういうことだと。それでいきなり私の方をくるっと見て、ここの胸の技術証拠のマークを見据えて、日本の芸者は何をしとったんだと怒鳴ったわけよ。とにかくもう一遍勉強してこいと。私としちゃもう陛下に泥棒いたしましょうっていうわけにはいかねえんだよということでね。全国から徴用された石油技術者たちは一旦千葉県鴻野台にあった陸軍85部隊に入隊した。そこで襟章もなく階級もないまま銃剣を持った石油部隊が誕生した。昭和16年10月、その時国はまだ日米開戦の最終的な決断をしていなかった。その後彼らは開戦を先取りする形で極秘の行動を強いられていく。いきなり部隊長がね、我々みんな母員をさせてね、意義のあるものは直ちに申し出るって人を死に知るようなでっかい声でね、まあ怒鳴ったわけですよね。みんな集めてね、徴用のもんね、誰一人に出すもんいませんよ、戦争だよね。10月の25日に支給される服装は全部夏服ですよ。あそこの千葉のね、85部隊のあのこの台の上って寒いんですよ。寒くてねえや、千葉ね。ほら、鉄砲持ったことね。鉄砲持ったことないですよ。触ったことは初めて触れる人がたくさんいるんですよね。油田獲得のためには石油技術を得得した工兵部隊が当然その任に当たるべきであった。ところが陸軍には土木、電気、測量などの工兵部隊はあっても、石油技術を知る部隊は全くなかった。知りませんよ、油なんて。油は買うもんですから我々は少々あたりを通じて油から買ってくるんですから。油なんていうのは黙ってら材料省からどんどん補給してくれるから、自動車を運んでますわ。関係しないですね。でそういう本当の技術的なものは今更付け焼き場でやっててできこないんだから、これは民間人を使わないかと、民間人に十分に働いてもらわないかと。ところがちょっと変わったことは、戦場ですから敵の弾が飛んでくるんですよ。あるいは敵前上陸しなきゃいけないんです。その時民間人をどうするか。そこで民間人を兵隊ごっこを兵隊と一緒に
行動をすると。戦闘なんて、ああなんて、これはこんな真似しましたよ。つつきあのね、銃剣術なんていうのは我々も昔からやってるんですけどね、つつけてたあの行くもんじゃないんですよ。本当の戦争だったらみんなやられてますよ。来た、ああそんなかも。しかしわーっと兵隊さんと揃ってこれをやってるっていうことが、何がしかのその安心感をみんな持ってくるわけですね。石油部隊は10月下旬広島県宇品を出港、極秘の行動を取りながら11月に仏印、今日のベトナムに入っていた。その早急な行動の裏には、開戦直後当時イギリス・オランダの支配下にあった油田への突入が意図されていた。12月16日北ボルネオ、今のマレーシア連邦のミリ油田、続いて17年2月南方最大の油田であるスマトラ、現在のインドネシアのパレンバン製油所を吸収することになっていた。しかし当時陸軍省には南方油田に関する地図、産油量などの資料はほとんどなかった。南方の油田地帯は19世紀初頭からイギリス・オランダの石油資本が開発を続けていた。とりわけこの地域の油は航空機燃料に適していた。でも昭和5年、三井物産と日本石油が共同でボルネオのサマリンダに油田試掘の権利を得、開発に乗り出していた。これは当時日本人が南方の油田開発を本格的に手掛けた様子を記録した貴重なフィルムである。日本の掘削技術では当時地下1000メートル前後であったが、サマリンダでは石油技術者たちは1500メートルの深い層に挑んだ。これはその開港式において故郷の佐渡おけさを踊る日本の石油技術者たちの姿である。日本の南方油田開発はその後開戦直前まで続けられるが、満足のいく石油はついに手にすることができないままであった。南方の油田を占領したとしても、そこから日本にどれだけの油を送れるのであろうか。陸軍省燃料会員高橋武雄少佐、2年後に底をつく油を補うため、まだ手に入っていない南方の油を日本の国力として計算するのが彼の仕事であった。108本で1日1本10トンと、月だと30日だから300トンになるわけだから、その時点で連合国側の手にある油田はたとえ手に入ったとしてもすでに破壊された後であることを前提にせざるを得なかった。高橋さんは井戸を掘る100時代の削成器を使ったとして年次ごとの生産量を計算した。その結果は開戦1年目30万トン、2年目150万トン、3年目250万トンという数字が弾き出された。日本が対米英蘭開戦を辞せずの決意をしたのは昭和16年11月5日の御前会議であった。開戦を決断させた要因の一つは石油だった。経済封鎖の中で日本が臥薪嘗胆すれば非一日と石油は減り、国力は傾く、そして結局は連合国の前に膝を屈することになる。それを避けるため国力が衰退しないうちに早期開戦すべしというのが体制であった。開戦後大量の需要が予測される石油はその大半を南方原油に依存するのが基本戦略であった。御前会議が日本の進路を選択しようとしていた11月5日、覆面石油部隊はすでにサイゴンにあって油田占領の突入体制にあった。高橋武雄さんは
陸海軍企画院の担当者の会議に列席し、南方からの乾燥油の量が算定した数値よりも水増しされていくのを目の当たりにした。座っておられた。で、確かその隣にうちの課長、中村資源課長が座ってらした。で、海軍の兵備課長がここに座ってらしたように思う。で、ここにもう一人海軍の、 軍事局の方だったと思いますが、でそこに企画員の方、燃料局から来られた海軍の原中佐という方が座ってらした。で、私は角に座ってたんです。で、最後にその南方へ出かけて行って、南方の油田を占領して、そこからどのくらいこっちに持ってこられるだろうかという数字を固める作業に入ったんですが、私は海戦第1年目に30万トン取れますと、から2年目にそれが150万トンになりまして、3年目になりますとそれが250万トンになりますと、この数字だけではちょっと足してみると足りないという感じが、まあ明らかにあるわけです。それで海軍の方が、いや海軍も一応ボルネオ地域を主体にその全力を尽くすんだと。当時ボルネオの産油量が100万トンぐらいございましたから、その1年目はどうもなんだけども、2年目にその50万トン以上が取るよと。じゃあその2年目の150万という私の出した数字は200万にしようよということで、200万という数字がそこへ入りました。もう3年目はもう極めて簡単に、2年目に250万出るなら3年目は450万にしようよと。それがそのまま海戦の決断の決断というか、その午前会議に企画院総裁が、油の需給はこうなりますと、だから非常に危険ではありますが赤字にはなりませんというご説明をなさったんじゃないかと僕は思いますね。だからなんとかやれそうですよという表ですよね。で、そのなんとかやれそうだという表を作ること自体がどうも目的だったような気がする、僕は。午前会議のわずか5ヶ月前、6月5日、海軍省は国家的な立場で南方乾燥油とそれによる備蓄量を算定していた。これは午前会議と海軍省の予想をグラフにしたものである。赤は備蓄量、黄色は南方からの乾燥油、その合計から年次ごとに消費量を引き算して比較したものである。国力を判断する上で重要な要素としている南方からの石油の量は、海軍省の算定と午前会議の予測では大きな変化を見せている。海軍省の予想では南方乾燥油が消費量を補いきれず、3年目にはマイナス70万トンという戦争続行不可能な数字を出していた。しかし午前会議では220万トンの備蓄量を算出していたのである。そしてこの数字が軍部をはじめ関係者を海戦に踏み切らせたのである。今年11月3日、海上自衛隊の観艦式が行われた。この日参加した艦艇45隻、航空機55機、それで消費された石油は550トン。40年前、日本の陸海軍はおよそ1日1万トンの油を消費するとされていた。その内訳を見ると、例えば高橋さんの算定によれば、航空機燃料の場合、実戦によって消費されるのはわずか 30%、残りの 70% は後方の輸送や訓練で費やされる油であった。つまり船尾の維持だけで大量の油が消費されるのであった。
開戦前、海軍は艦艇を動かさないまま訓練を繰り返し、陸軍では部隊の移動に自転車を利用する銀鱗部隊が出現した。それらはすべて備蓄の油を少しでも多く残そうという試みであった。これは広島県呉市に残されている旧海軍の備蓄タンクである。開戦までに陸海軍は各地に極秘の備蓄タンクを建設していた。開戦前、日本の備蓄量は840万トンであった。一方、戦う相手のアメリカは昭和16年原油の生産量で1億9000万トンを記録している。年間生産量30万トンの日本と比較すれば実に630倍に相当する数字であった。大本営陸海軍部発表、12月8日6時帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れ。開戦からわずか8日後の12月16日陸軍第21野戦兵器廠砕油班、別名覆面石油部隊は北ボルネオミリ油田に上陸。同日ルトン製油所を占領した。こうした油田獲得は2つの作戦によって成り立っていた。一つは軍人による奇襲作戦を行い、油田製油所を無傷のまま確保すること。そしてもう一つは万一敵軍に破壊されていた場合でも石油部隊によって早急な復旧を図ることであった。帝国陸軍落下傘部隊が初の奇襲効果を行って一躍世界の注視を浴びた南印スマトラの要衝パレンバン。パレンバン製油所は石油部隊による油田占領の成否をかけるものであった。この製油所だけで年産280万トンという日本の年間消費量に近い油を蓄えた施設があったからである。空の新兵と言われたパレンバンの落下傘部隊、それはその石油と施設を無傷のまま手に入れるために発送されたものであった。それは今残ってるわけです。残って、お目にかけましょうか、ええ、いいですね、じゃあ、ええ、パレンバン落下傘部隊隊長徳永悦太郎さん。徳永さんはパレンバン製油所を外から攻めることなく製油所の中に降下し石油施設を確保した。部下にこういう、製油会社はこういうふうになってんだということを陸軍刑事に書いて渡したのがこの、これだけで実は戦するつもりだったわけです。いわんや兵力がなんぼあるんだよそんなことは一向にわからん。そして、我々は昭和14年の2月14日の11時半に降りたわけですけれども、はい、このパレンバンのために38師団1個師団派遣をするわけです。それが16日の日に上がってくると、ね、いうことだけしか分かった。だから14、15、16とこのを頑張らないかんわけです、はい、その間を何としても壊されないように無血で、その無血っていうか何と壊されないで取るのが私の目的です。占領だけじゃない、もうジャワ攻撃のためにすぐ戦闘機部隊、爆撃隊はパレンバンの飛行場に着陸して、ジャワの攻撃に行けないかんけども、ガソリンがなければ飛べないわけですわな。そのガソリンを日本から持ってくるわけにいかないんだから、そこにあるこのガソリンをいつだかくことに戦ができるわけですから。エクションの人だ、あー開戦当初、覆面石油部隊は予想をはるかに上回る戦果を上げる。
昭和17年3月の試算でボルネオ、南北スマトラを合計して140万トンもの油を日本に送ったのである。ジャングルに向かってもまっすぐにやったんですね。これがまっすぐ海岸まで通じてるわけですよ。私たちが燃える前、上陸する前に奴ら火をつけていったんだけど、まだ燃えないタンクも若干あったんです。でそのタンクにそのミリとセリアから来る原油を置けて、それでそれを送り出した。それが確かね、17年の3月の15日だと思うんです。立花丸で1万500トンかと思ってます。うち帰るとちょっとメモ取ったのがありますけど、最初のつまりこう上陸してるからの命令って言いますか、いつまでに油を日本に送り届けろと。いや、それは その辺は上層部のあれで私たちは分からないんです。だけどできるだけ早くっていうことだけは言われる。その頃来た大きな炭化船というのは日進丸と南丸なんかの捕鯨母船の改造です。後ろの穴を埋めるのをですね、クジラを引き上げる穴を、あの穴を埋めるのが間に合わなくて、その穴そのままで来たもん、取りに来たものです。それでも約ね2万キロの油は積みたんですね。まああの頃無理に積んだんじゃないかと思うんですよね。それでその出る時なんかもう下の砂をみんなかき上げて出てった。ミリからの乾燥油は破壊されたタンクの底に残った油をかき集めて送られたものであった。この乾燥油の成功により日本国内では17年2月早くも大東亜資源圏構想が発表されていた。企画院が南方資源を積極的に開発し、それを国力とすることにより15年後年間2000万トンもの乾燥油が可能になると発表したのである。この戦果による特別の配給として石油50万トンが民間需要に配給されるなど、わずか3ヶ月前の追い詰められた状態が嘘のように湧き返っていた。石油のない国が永久にその資源を確保したかのような錯覚に陥っていたのである。ミリ地区では19世紀からオランダ、イギリス系の石油資本が乗り出して石油資源の開発をしていた。第一次世界大戦以降、戦争形態が急変する中で油は最重要の戦力となっていた。とりわけこの油田は航空機燃料に適した油を生産するところから列強の垂涎の的であった。こうしてこの静かな南方の島が資源戦争の戦場と化したのであった。今年7月7日、元石油部隊員たちが占領当時日本軍の下で働いた現地の人たちと36年ぶりの再会を果たした。私、バルサー、ここに高間さん。戦時中、ここでは日本軍は石油生産のピッチを上げるため石油学校を作り、現地の技術者の養成を図るとともに、ジャワ、スマトラなどから多数の労働力を集めていた。その数は石油部隊員をはるかに上回ったという。彼らは遠く離れた日本の貯蔵タンクを満たすため石油を生産する任に就かされていたのである。インドネシアの人たちはその日本人で日本人の軍隊の中で働いている間にはね、たくさん死んだそうです。食料不足で。pasal kami orang dalam kerja, jadi apabila dalam kerja memang ada diberi orang bekerja dan dilihat orang bekerja, orang nyangkul kah,
apa kah mula hano batu kah mula apa. Apabila time Yasmi, yang dia kata, ya tangan, ya, ya, Yasmi! Ah, Yasmi lah. Duduk orang hisap rokok ke apa, kah duduk orang, no, ya, orang bekerja, ya, duduk. Jadi siapa Sohoi ini macam? Hukuman Jepun memang ada berhenti 10 minit. Sedaya dalam boleh. Lagu Jepun. Mashiroki Fuji no kedaka sao kokoro no tsuyoi tate toshite mikuni ni tsuku tsu o minara wa kagayaku miyo no yamazakura chini saki ni ou kuni no hana. Dalam sekolah pun kaku naru daiaja no shourai to shukuku suru to tomo ni totoki tenbotsu no eire narabi ni chobyo shouhei ni tai kansa no makoto o sadabe sarani seisen mokteki no kansei ni mukatte shokun to tomo ni ichi no maishin sen koto o chito mono de arimasu dai nippon teikoku ikkai gun banzai万歳！万歳！南方からの石油乾燥は開戦後2年間は御前会議の予想を上回る数字となって現れた。しかし3年目の昭和19年になると日本に油を送る海上輸送路がアメリカ軍の攻撃によって断たれ始めた。およそ 5000km の彼方から油を補給して初めて戦力にすることの不利と見通しの甘さを徹底的に思い知らされたのである。なぜ陸海軍は日本に油を乾燥する危険を避け現地で油の補給をしなかったのだろうか。それは艦隊が南方を唯一の補給基地とした場合敵の格好の攻撃目標となるからであり、油は内地に乾燥を余儀なくされたのである。そのためこの油の戦いには輸送用の船舶が不可欠であった。現地の日本軍は貨物船や捕鯨船の改造、ついには沈んだ船を引き上げるといった手段まで尽くした。それでも撃沈される船の数に追いつかなかった。南方原油の乾燥作戦、それはいわば穴の開いたバケツリレーであった。10杯いったらば8割まではもうやられると。実際もやっぱりなんですね、半分ぐらいはやられたですね。ちょっとね、そういうの対するね、我々の攻撃というのはね、そのなんですね、まあ爆雷投下ぐらいしかまあないわけですよね。そして爆雷投下してその潜水艦が降るようなところに爆雷投下して、そしてまた逃げるわけですけどもね。ところがその時のいわゆる護衛艦というのはね、まあ足ずれっていうその特務艦ですけどもね、これが何もやってくれんだねね、それだったらもうどん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 北の方に逃げだったんだね。だからやっぱり商船は苦労しましたよ、ね、それで仕方ない商船の方の苦肉の策ですが、まあ、なんとか大砲みたいな格好したものをね、デッキの上に乗っけとけば潜水艦がこう浮上してみた時にあれ大きな大砲持ってるということでね、あまり近寄ってこないと。で、私の沈んだ船も後ろには長さが2軒ぐらいある砲身のね、素晴らしい大砲ですよ。木で、この船で簡単にできますから、その辺の電信柱でも持ってきて
テント横に並べておけですかね。ああ簡単に逮捕ができちゃうんですよね。実際に攻撃受けたことは？それで、まあ、その時に私の最初の船は一番最初にその木の大砲が燃え出しちゃったんですよね。船尾火災になりましてね。で私見ましたらね、大砲の格好してボンボン燃えてるわけですよね。これバレたなと思ってね。そしたらさすがね、潜水艦もね、それ察知したんでしょうね。ゴーチン、いわゆるゴーチンですね。10秒か15秒で8000トンの船が沈んだんですからね。それがタンカーだったんですよね。太平洋戦争において南方の原油を乾燥するため徴用されて現地に赴いた人たちは最盛期陸海軍合わせて3000名に達した。戦争末期の昭和20年夏、ミリの部隊は連合国側に包囲された後もなお一斉蜂起の時を待つため密林の奥深く逃げ込んだ。そして再び油田奪還を目指したその結果、より多くの犠牲者を出した。戦争の時にはね、自分らがその国家が一番必要としている石油を取りに来たんだと、出しに来たんだという気持ちを感じた時にはね、まあその時までは生涯で一番なんですね、働きがいのある時だったですね、現地では、うん、これはまあ、想像してないことじゃなかったけれども、結果的に見ると非常に悲惨だったと思いますね、うん、記録によりますと軍属が2000何名乗ってたってんですが、そのうちに確か500名ぐらいがね、燃料省向けの石油錬成員という形で各首相に配属させられるべき運命にあった幼年校ですね、それがその乗船が撃沈されたもんですから、まあそういう連中だからおそらく下の戦争に寝せられたでしょうから、雷撃受ければもういっぺんで生存者がいくらもなかったですからね。そういう人がね、帝国石油だけでもですね、犠牲者の中に入ってるか入ってないか、私は入ってないと思うんです。漏れてるんですからね、本当に石油部隊は2000何人っていう、犠牲者を出したんですけれども、そのアーマルとそのテーアーマルの連戦員も含めればね、あるいはもう少し多くなるかもしれないと思って、ここで引き綱が出るわけですね、船から。ええ、から昭和20年、タンカーが一隻も来なくなった南方の油田で一つの試みがなされた。それは南方に豊富なゴムの袋に南方原油を入れて石油飢餓の日本に送り届けようというものであった。これがこれをこういうところで止めてあるわけですが、いつもここから破けちゃうんです。このゴムがね、これが生ゴムの、生ゴムの袋ですね。袋。これなんかね、これは極秘の兵器って言うんですよ。極秘のね兵器。これこの人兵器なんです。一息はカエルに乗っけてね、流したらいいじゃないかっていうあれもあったんです。ドラム缶ですか。ドラム缶に油入れましてね、でイカで木を組んで、それでイカダの上にそれ乗っけて、でエンジンも何もね、そのまま流しっぱなしですよ。カエルに乗っかっていけば、どっか今 の九州の南端か四国沖に着くだろうと、そういうこともまあ一つのアイデアとして考えましたけどね。どうやって受け取るんですか。いや、それがそう、見張って漁船なんかが見張ってて、それっちって捕まえて持ってくしかない。それはちょっとね、まあ、日本の漁師に捕まればいいけどすな、あっちの砂とか他の方へ行ったらそこでも止まっちゃうんでしょう。日本まで捕まない。柏崎製油所から徴用された7人のうち3人の石油技術者がこの地に眠っている。これがね、カンコンって野菜です。で、ジャングルに煮込む時の唯一の野菜です。
切ると真ん中に穴があるんですよね。こうやって土が出るんですよ。これが特徴なんですよ。でこれをもうジャングル入るときはもう唯一の野菜です。要するにチンコンの野菜言われてあるんです。ノボート。Why? Our holiday. Holiday. Everybody goes to Miri. Enjoy. Yeah. So if it is no holiday, there is boat. Yeah.覆面石油部隊が多くの犠牲者を出して手に入れたミリ油田は今はすでに枯れ果て一滴の油も出ない。油田もその製油所もみんな放棄して壊して放棄してジャングルに逃げ込んだわけなんです。で司令部はあのゴムの山の上にございましてね。そして燃料省の、あの幹部はみんなそこにいたわけです。燃料は出るんですか？燃料全然出ないんです。もうどうしようもないんですもんね。ただ必ずあの当時は私は勝つということを信じてましたからね。その石油が大変なんだというのは長いんですよ実は。もう大正の後期からもう言われてることでね。ね、石油がなくなるというその幻影にずっと怯えてたわけよ日本中がね。何もあそこから始まったことじゃないんですね。幻影に怯えながら実は何もしなかったわけ、うん、だそういう石油なものの考え方がそのいよいよ恐れていた油の油切れが来たかと。で急いで何かしようと思っても他に何にも手がないと。あそこにある油いただきに行こうやという極めて単純な結論で追っ始めたわけですね。開戦時内地に残されていた石油の総量はおよそ37万トンであった。戦争直後日本を訪れ太平洋戦争下の日本の石油事情を調べたアメリカ戦略爆撃調査団はこの数字を示されこれは一飛行場のちょい量だろうと信じなかったという。その量はくしくも日本の油田から産出されたわずかな国産原油1年分とほぼ同量であった。今日本では年間2億8000万トンの石油が消費されている。